今日は、はい、ペチュニアの寄せ植え第3弾ってことで、ペチュニア皆さんが気軽にできる色合わせ、そうですね、ね、そういう感じで盛り返してくれて、予約管理方法まで、はい、ありがとうございます、はいはい、皆さんこんにちは。こんにちは。グリーンギャラリーガーデンズのケイスケです。そしてグリーンギャラリーガーデンズの土屋真澄です。よろしくお願いします。何ですか今日は。今日は、はい、ペチュニアの寄せ植え第3弾ってことで。ペチュニア？はい。第3弾。第3弾です。どれがペチュニア？はい、こちらですね。ホイップマカロン。ホイップマカロン。ああ。第1弾で使ったやつだ。はい。あの時はなんか淡いピンクだったんですけど。ちょっと今日濃いですね。はい。渋い目の。渋めの。はい。ホイップマカロンです。その後ろにいるのはこちらはですね、いやベゴニア。またなんか分かんないペチュニア持ってきたのかなベゴニアです。ベゴニアってなんかほら、はい、超初心者の方が最初に植えたりするんですけど、え、ベゴニアってあのベゴニア？そうです、ベゴニアテンパフローレンスっていう。これなんかちょっと違くないですか？違うんです、八重でとても綺麗なニュアンスのある色味のベゴニアです。はい、あ、はい、そうなんだ。なので今日はちょっとこの色とこの色合わせたら、うん、なんかとっても素敵だったんで、はいはい、しかもアスチュルベもいいのが入ったんで、うん、え、アスチュルベ、アスチュルベなんだか今日はすごいですね。そうですか、はい、いや今日からね、はい、分かる範囲で、うん、タグに書いてあった生産者さんのね、名前をちょっと覗いていこうかなと。 いいですよね、そしたらほら園芸店行った時に、うん、うちじゃなくてもご覧になられるかなと思って、ね、はい、早速なんですが書いてないですね残念。高松商事さん、あ、それも大元 の、 そうです、ね、の先生産者さんではないです ね、うん、ですね。これ花日和さんのホイップマカロン、はい、こちらは花日和さん、はい、いつもお世話になってます、はい、ありがとうございます。では早速やっていきましょうか、はい、よろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いします。今日はこの花日和さんのとっても素敵なニュアンス色のペチュニア、八重のペチュニアにこのベゴニア、八重のベゴニアなんですけれども、初めて見ました、はい、とっても綺麗な色ですよね。珍しいですか、はい、ここのなんかこの緑がかった額とか本当に素敵で、真夏になるとベゴニアって溶けちゃうってよく言いますよね。だからペチュニアを刈り込んでベゴニアも刈り込んで、もしくは半日かね、うん、に置いてあげて、そしてまた秋まで復活させるっていう風なスタンスでいきたいなと思います。すごい、あとアスチルベ お手入れの仕方まで、はい、そうそうそう、あとアスチルベは庭植えに本当にいいので、はい、あの寄せ植えに使ってその後に庭に植えていただくととってもあの便利だと思います。一年草ですか？多年草です。多年草、はい、冬は枯れますけれども来年また大きくなってとてもいい感じになります。で、いろんな色あります。例えばこういう白っぽいアスチュルベ、はい、素敵ですね。あ、僕そっち好きかな、はい、とっても好きですね。素敵ですね。ピンクもあるし、はい、この淡いピンクも、はい、日陰を明るくしてくれる植物です。こんな感じで今日はやりたいなと思っています。そして今日の鉢はその日陰をイメージしてるんですね。そうですね、なんかちょっと渋めです ね、 ちょっと苔が生えていて何年も使い込んであります。この味はね、買い込まないと出ないですよね。そうなんですね。これは残念、売ってないです、はい、鉢の大きさいきましょうか。はい、20センチくらいですね、うん、高さは22、3センチですね。そうですね、はい、はい、こんな感じです。まずペチュニアなんですけど、はい、もうすでに鉢底ネットを敷いて鉢底石を入れてある程度土は入れてあります。はい、作業割愛どうしてごめんなさいまず一番先に主役のホイップマカロンですね。で、足元の葉をきれいにします。このやっぱりこういう下準備がこの出来上がりを左右するっていうか、きれいに出来上がりますので、こういうところをきれいにしてあげてください。はい、こうしてこうやって見ると結構回っています。そうですね、はい、なので親指を入れてこうやってスカートの裾を広げるような感じにしてあげます。はい、ちょっと前に傾けるように入れました。鉢の雰囲気とすごい合ってますね。ありがとうございます。これあの洗っても落ちなかったんですね必死で洗ったんですけど
こういうベゴニアはやっぱり真夏はちょっと廃棄で植えた方がいいですね。で、こう。あ、そのベゴニアには感動したな。それからアスチルベですね。なんかピンクなのに、いい意味で可愛くないっていうか。あ、そう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 。ちょっと濁った色っていうか、うん、大人っぽい可愛らしさっていうか。アスチルベもよく根が張っていて、宿根草であるってことがなんとなくこの根の感じからもわかります、はいはい。今入れたヒューケラです。ヒューケラです。ヒューケラは、こっちもあるんですけど、はい、こっちの方がなんかこのベゴニアの色に合うかなと思って、こうやった時と、これだとちょっと暗くて沈むんですけど、そうですね、寒い感じが。はい、あの綺麗かなと思ってこちらにしました。で、そうして次カレックスなんですけど、カレックスはこっちか、こっち。そっち。あ、こっちですよね。うん、やっぱここがこういう色。試したな。こういう色なんで、まあ、カレックスは茶色系の方が、綺麗ですよね。ケイスケがそう思ったってことは多分あの視聴者の皆さんも多分同じく思ったと思うぐらい分かりやすい、ね。カレックスはこうやって出すでしょ。2つに割れるんです。まずちゃんとこう簡単均等に分かれるように作ってあって、あのすごくいいなですね、やりやすい。こういうことと前の方は低い方がいいので、こうやって比べた時にこちらの方が低いので、こちらから少し取りますね。はい。で、そことかにちょっと入れます。さりげない。はい、ちょっと入れます。こちらはワイヤープランツです。ワイヤープランツ。ワイヤープランツの奥入りのスポットライト。スポットライト。はい。綺麗な赤い色が入ってますね。はい。毎週金曜日はあれですよね、はい、先生の教室あるじゃないですか。教室ありますね、はい、いつも先生ね、終わった後おこじでお茶してるんですよね。あのお茶じゃないです、あれは反省会と私たちは呼んでるんです。反省会、はい、あ、そうなんですか、はい、では反省会です。言っちゃっていいのかな。皆さんがすごく忙しそうに働いてるのを見ながら、私たちは反省会をしてるんです。あ、そうですか。そうです、はい、大変だなと思ってね、まあなんかね、いつもねテラス席でね、充実した時間ですね、その時は ね植物を見ながらね、はい、うちのね、皆さんうちのレストラン来た時は、はい、そんなことを思って利用してもらえるといいかなと思いますね。こういうなんていうか、コロナの時代でも外のあの席もありますので、ぜひあの利用してください ね安心してね、はい、はい、もともと店内の席もですね、はい、コロナになってからではなく、ベビーカーとかが車椅子の方もスムーズに通れるように配慮してて、うん、はい、席と席がね結構離れてるんですよ。あ、そうですね、まさに今の時代にぴったりな空間作りになってて、うん、はい、こんな感じ、今こういう感じで、うわ、素敵、だいたいそんな感じですかね。全体をこういうなんていうのか、ニュアンスのある赤いようなピンクなような緑のような色で統一してます。なんかこの頃淡い色が多かったんで、うん、たまにはこういうちょっと強めの色っていうか、はいはいはい、はい、ちょっと白が多かったかな、ね、最近。白は多かったですね。白とかピンクとか。別に手抜きしてたわけじゃないですよね。じゃないですよ。そんなことないですよね。じゃないですよ。失礼な。ケースケ失礼な。失礼な。皆さんが手軽にできる色合わせ。そうですね。いいですね、そういう感じで。いいわ。でもこれそんな難しくないですよ ね誰でもできると思うな、はいはい、こう三角形にペチュニア、ベゴニア、アスチルベと入れて、なるほど、ヒューケラ、カレックスをこことここ、こことここに割り当てます。意外に規則性があるっていう、はい、そうですね。あれ、ここ、こうだっけ、こうだね、あれ、ちょっと待ってください。ここだもん。さあ、先生、正面が分かりなくなりました。はい、出来上がりです。はい、ありがとうございます。はい、完成しました。完成です。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日ポイントは？今日のポイントはですね、はい、こういうなんか渋めのピンクというかニュアンスカラーでまとめるっていうんですね、はい。まとめました。なるほどなるほど。ニュアンスをまとめる。はい、はい、そうです。はい、あとは好きな環境もまとめて、実はまとめてるんですね。あ、真夏になる。植生がそうです。真夏になったら半日陰が好き、うん。好きです。はい、本当あのペチュニアは真夏でもあの外が好きですけれども、とか日向が好きですけれども、とバーッと今の季節から植えておくと真夏になるとすごく大きくなって暴れちゃうんですね、はい、その時に刈り込んであげて半日陰に置いてあげる、そうするとまた鉢からあの盛り返してくれて楽しめる。管理方法まで、はい、ありがとうございます、はいはい、そんなところで、そんなところです、はいはい。
ね、以上で。はい、以上です。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さよなら。